Oke, cek. Kembali lagi dengan ya, jangan saya gameplay gaming. Saya mainkan Ninja Mustai, yaitu event terbaru dari Ninja Mustai, teman-teman ya. Yang berjudul Run of the Bladder. Oke, langsung kita mulai, teman-teman ya. Thank you.
材料があるとは大量じゃ。それで小娘、先ほどは何と言った？何をさせんのだ？山が騒がしいと思ったら客が来ていたのか。Saya selesai di stage satunya. Kita lanjutkan lagi di stage 2 Dealings. Oh ya, oh ya. Tsuru 一族の若き後継。この子たちは我ら鶴の一族の族子。イズル様はお父上から教わら。それにもしあのお方が望む鶴の一族の族子。イズル様は本。おやおや。とんだ身のほど知らずの子娘。もう鶴の羽。今は我慢だ。そうそう、それが正しい態度と。そうだそうだ。 You're not fair at all。 まあ老族長の顔に免じてちょいとした贈り物で手心を加えてやらんことも。何？おお、これは鶴の一族の家宝の剣。この小娘が数日前にこの貴重な剣を手に入れたって噂を聞きました。なるほど。どうしました、イズル様。無理強いはいかんですな。おいお前たち。はい。ん？これが私の誠意です。必ずやあのお方の御前で鶴。おいおい、親なしの野良犬みたいな子供ごときと。大ちゃん、ちょっついてきなさい。なんで奴らを行かせた。今日ここであいつを切るのは容易だが、明日にでもすぐに武士は適当な罪をつけて攻めてくる。あなた、この子供たちを救いたいだろう。でも私には力が足りない。この時代はこうであるべきではない。私は復讐したい。ダメだ、まだ我慢だ。鶴はまだ飛ぶと。私は。あなた、まだ力が残っているならこの子たちの処置を手伝いなさい。あなたの悲しみも憎しみもいつか。OK。Stage 2 telah selesai teman-teman ya. Dealings hanya berisi percakapan. Oke, langsung kita lanjutkan di stage 3 yang berjudul Naik Banguet. Shikaku最強の忍者白夜叉が起伏したことを記念する宴が武士城でありましてな。武士どうか遺漏なくご準備しなされ。剣舞、これはいい。武士どもめ、よくもお嬢様に迷う炎などと。あんまりだ。お嬢様、このような扱いは我が一族の名誉に関わります。どうか今一度ご再考を。殿下、武士たちに大名府で舞を奉納するよう言われたというのは本当ですか？ケーラン、ちょうどいいところにお嬢様を説得してくれ。稽古のすることをお嬢様にさせるわけには。ケーラン、どう思う？私は舞うべき。ケーラン、お嬢様についてきたお前を養女とし、お付きにしたのは族長のご好意だぞ。なぜそんなことを言う？諸君、ケーランを遮らないでくれ。殿下、私に一石二鳥の策が。
暇などない。そうだ、あの方の新発明をお前で試してやろう。免従腹背であったか。刺客を送り込んで暗殺しようとは。私は鶴の一族の家来、殿下に恥をかかせるわけには参りません。これは武士城に潜入し、風神鶴葉を取り戻す絶好の機会です。けれども、舞を奉納するのは殿下ではありません。忍者の対応のため、恥など恐れるものではない。しかし、私が待って武士たちの注意を引けば、殿下は安心して、私にお任せください。ケーラン。ケーラン、今回は特に危険だ。あなた、5年前、殿下が私を救うために空神鶴葉を差し出された時、鋭利な刃だけでは何も変えられないことを悟りました。けれどもこのケーラン、こたびは
殿下の刃となります。私はこの長くて危険な道を周りには理解してくれる人がいないだろうと思っていた。しかし5年前のあの夜、私は自分の仲間を見つけた。私は何があろうと殿下のおそばにいます。この腐った時代を共に終わらせるために。私は鶴の一族の家来、殿下に恥をかかせるわけには参りません。今こそお前は5年前に人を殺めた大家を知る。お主はあの時イズルが助けた野良犬か。よかろう。なさすがはあのお方の作品じゃ。感じるぞ、海流の血の力が俺の中で沸騰し、あいつの相手をするにはもっと身軽な格好にならないと。ケーラン、殿下、受け取れ。約束したはずだ、この憎しみをあなた自身の手で終わらせることを。行け、ケーラン。はい。余地がありそうですね。
鶴る天下も。Sudah menonton channel gameplay gaming dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.